バカね。ポテトチップくらいあげたっていいじゃない。そんなことより僕たちも追いかけないと見失っちゃうよ。放っておきなさいよ。そのうち諦めて帰ってくるわ。でも待てー。立花さん、どうしたんだろう。立花さん、誰か早く来て。ここの従業員というわけではなさそうね。どうしてこんなところに入ったのかしら。立花さん、あんまりその辺のものは触らない方がいいよ。現場の状態は維持しておかないと。それより早く警察を呼ばなきゃ。分かったわよ。あそこに落ちているの、もしかしてこの人のリュックじゃない？分かった。きっとこの人も私と一緒で猿にそのリュックを奪われたんだわ。それでここまで追いかけたけれど、このゴツゴツした石につまずいて転んだのよ。そうよ、そうに。あれ、ちょっと待って。これってちょっと待ってよ。彼まであのメンバーの仲間ってこと？それに M の頭文字がつくのはあのメンバーの中でみやびだけじゃないか。その携帯電源は入るのかしら。どうだろう。液晶画面の文字は消えてるし、もしかしたら壊れてるかも。ただポケットから落ちたというよりは叩きつけたみたいな壊れ方ね。ということはわざと壊した。ご連絡ありがとうございます。あ、美和子さん。あの、
遺体を最初に発見されたのはどなたでしょうか。私です。あら、ミヤコ様でしたか。ええ、そうよ。あの、一つお聞きしてもよろしいでしょうか。あそこは関係者以外立ち入り禁止の区域なのですが、ミヤコ様はどうしてあの場所へ。私のポテトチップを猿が持って行っちゃったの。それでその猿を追いかけてたら偶然あの場所に出ちゃったのよ。あ、ちょっと失礼しますね。もう少しお聞きしたいことがあるのでしばらくお待ちください。あの人に話した方がいいんじゃないかしら。あのストラップのこと。そうだね。すみません、お待たせして。あの、皆さんちょっとこれを見てもらえませんか。え、何ですかこれ。彼は爆弾犯行グループの一員ってことかしら。ねえ、ちょっと待ってよ。一人多いんじゃない？彼はこの遺書を残して自殺したのでしょうか。でもなぜここで。ねえ、桃井くん、あなたは自殺だと思う？まだわからないことが多いし、自殺か他殺かを決めるのは少し早いかもしれないよ。確かにそうね。冷静な判断だわ。あの、彼の本名とかそういう手がかりは何かありましたか。はい、リュックの中に彼の財布が入ってました。ただ所持金を抜き取られたような痕跡はなく、レンタルショップのカードの裏に秋田亮介と彼の本名と思われる名前が記名されていました。詳しいことは今調べている最中です。秋田亮介。お子さん、あと一つだけ教えてほしいんですけど、彼の死亡推定時刻は分かりますか？
範囲、正確な時間はまだ出せませんが、今日の朝9時から10時の間だと思われます。そうですか。じゃああとは警察の方に任せます。頑張ってくださいね。はい、精一杯頑張らせていただきます。さっきの死体なんだけど、やっぱり私は他殺だと思うの。それとリュックと携帯、この2つの落ちていた場所がやっぱり引っかかるわ。なぜ彼はリュックを背負ったまま飛び降りなかったのかしら。あの現場の様子から見ると、どう考えても彼とリュックと携帯が別々に落ちていったように見えるわ。ナオトさんから？ちょうどよかった。今回の事件について聞いてみようよ。そんなことしなくても犯人は捕まえられるわよ。わがまま言うのはやめなさいよ。より多くの人間の目で事件を見ることは有効な事件解決の手段だわ。宮子さん、大丈夫ですか？あの男に何か変なことされてませんか？例えば幽霊屋敷で暗闇なのをいいことにあんなこととかこんなこととか。あなた、なかなかいい顔をしているわ。ちょっと、しのぶさん！あなたは？今日一緒にここへ来る約束をしていた桜田しのぶです。ああ、みやこさんのお友達ですね。お友達？まあいいわ。それより、聞きたいことがあるの。みやこさんは…彼女は今ちょっと手が離せないの。そうですか。またそんな事件が。そうですね、最初に殺されたのは秋田という少年。その後オフ会のメンバーが集合し、シルバーが殺された。5人だと思っていたメンバーが6人になって混乱するかもしれませんが、こう考えれば簡単です。誰かが秋田少年を殺し、メンバーの中に潜り込んだんです。え？チャットの内容はメンバー以外知る方法はないと彼らは言っているようですが、そんなことはありません。インターネット上にあるもので、絶対に誰からも見られることのない領域なんてものはないのです。つまりハッキングによって今日のオフ会を知った外部の人間がチャットのメンバーになりすまして合流することを思いついた。そうです。ハッキングって？本来ならセキュリティなどによって被害者には見えなくなっている領域に何らかの方法で侵入することよ。
ありがとう、ナオトさん。参考になったわ。それで、ミヤコさんは…さっき、ジュースを買いに行くと言って走って行ったわ。自販機は遠くにしかないから、しばらくは帰ってこないんじゃないかしら。じゃ、失礼。ちょっと待って。ちょっとかわいそうなんじゃないかな。せっかくかけてきたのに。全然そんなことないわよ。それより事件を整理してみた方がいいわ。そうね、少しだけ全貌が見えてきた感じね。桃井くん、あなた入り口でみやびというチャットのメンバーに間違われたわよね。うん。彼らは他のチャットメンバーの外見、特徴を全く知らなかったってことよ。つまりチャットで会話した内容さえ知っていれば、誰でもメンバーの一員であるふりができた。そういうことになるわ。ナオトさんの言う仮説が正しければ、チャットの内容を知った外部の人間が秋田という少年を殺害し、その後犯人は彼になりすましてメンバーと合流し、そしてシルバーを殺した。わかった。やっぱりミヤビたちは爆弾犯行グループなのよ。それを知った犯人はグループのメンバーになりすまして彼らを一人ずつ殺していくことを思いついたんだわ。なかなかいい推理だわ。だけど動機がわからないわね。1ヶ月前に爆破された公園に何か思い入れがあったとか。そんなの犯人に聞いてみないとわからないけど、何かあるのよ。そうね。そして秋田という少年が持っていた M のストラップ、もし秋田という少年が本当の雅だったとしたら。こっちとこっちが別人だって言われても、こんな派手な仮面つけてたらわかんないよな。そうだ、きっとそうだったんだよ。何？どうしたの？やっとわかったんだよ、シルバーが手に持っていたカードの意味が。本当？あれはザップのことを言ってるわけでも、立花さんのことを言ってるわけでもなかったんだよ。シルバーはメンバーの中にメンバーの仮面をかぶった部外者が入っているってことを言いたかったんだよ。そっか、なるほど。あ、私もそうじゃないかと思っていたのよ。だとすると、シルバーはなぜミヤビが偽物だということに気づいたのかしら。他のメンバーは全然気がついてなかったみたいじゃない？そういえば、今度は何？シルバーは死ぬ前に僕のところに来て、みんなが撮った画像を見せてほしいって言ってたんだ。これがミヤビの撮った写真。どこも変なとこはないような気がするけど。これがシルバーの撮った写真。シルバー本人が撮った写真を見て意味があるの？そしてこれがカイさんの撮った写真。他のメンバーがいいって言ってたやつね。で、これがザップの写真。
大抵ね。そしてこれがヤマトさんの撮った写真。これで全部だ。どうしてそうまでして紛れ込む必要があったんだろう。やっぱり何かの復讐かもしれないわね。もしくはただの遊びか。ハッキングするような人ならその可能性もあるわ。でも、もし爆弾犯行グループを恨んでの犯行だとすると残りの3人が危ないわ。あれ、ヤマトさんだけ？他のみんなは？どうしたの？そんなに慌てて。ヤマトさん、正直に話してほしいことがあるんだ。なんなのよ、一体。1ヶ月前に起きた公園の爆破事件を起こしたのは君たちなんだよね。落ち着いて聞いてほしい。さっき園内でまた一人僕らと同年代の少年が遺体で発見されたんだ。遺体の少年は君たちと同じ携帯ストラップを持っていたんだ。そしてそばに落ちていたリュックには彼の遺書が入っていた。公園の事件、君たちがやったんだね。ヤマトさん、シルバーが死んだ時からいつかバレるんじゃないかと思ってた。本当にあなたたちがやったの？その彼は一体誰なの？だっておかしいじゃない。私たちは5人ちゃんと集まっているのよ。あなたたちの中にハッカーが紛れ込んでいたのよ。ハッカーが？さっき見つかった遺体の少年が持っていた携帯ストラップのアルファベットは M。 M？もしかしてあのミヤビは？彼だけ遅れて合流したことを考えても偽物の可能性が高いわね。そんな、なんでそんなことを？あなたも狙われている可能性があるわ。ミヤビはどこ？警察の人に園内から出なければここにいなくても構わないって言われて、ミヤビはどっかに行っちゃったわ。ザップとカイも探しましょう。
もう一体どこに行ったのよ。手分けして探そう。一緒に同じところを探しててもラチが開かないよ。そうね、私もちょうどそう思ってたところだったのよ。そうと決まれば私はジャングルパークの方へ行ってみるわ。じゃあ私はプールエリアの方を回ってみるわ。わかった、僕はそれ以外の場所を回ってみるよ。何かあったら携帯で連絡を取り合うってことでいいよね。どこに行っちゃったんだよ。もしもし、桃井くん、やっと見つけたわ。今どこにいるの？湖よ。とにかく早く来て、早くしないと。もしもし、しのぶ、しのぶ、毎度おなじみ、都のワトソンくん適性診断よ。さーて、今回は一体どんな結果になるのかしら。それじゃあ、早速評価を開始しましょうか。まずは決断力の評価よ。まあ、普通ってとこかしら。次は判断力の評価よ。まだ希望は残ってるわ。ここでこの評価はちょっと辛いわね。それじゃあ最終評価に移りましょうか。あなたのワトソンくん適性はどの程度かしら。このままじゃダメね。もしかすると助手見習いに降格される日も近いんじゃない。無駄かもしれないけど、とりあえずアドバイスだけはしておいてあげるわ。あなたは何よりも判断力を向上させることに集中するべきだわ。考えて答えを出しても結果が伴わなければ意味がないわ。まあ何はともあれ、また会えることを期待して待ってるわ。それじゃあまたね、バイバイ。